ラリーサ県はギリシャのテッサリア地方の県である。県とはラリサ。ラリーサ県はギリシャの県の中でエトリア・アカルナニア県に次いで2番目に面積が大きい県である。県の北東部にはピニオス川が流れ、天美渓谷がある。また、テッサリア地方最大の県であり、その3分の1の広さを占めている。ギリシャ最高峰のオリンボス山もラリーサ県にある。 ラリーソ県の北西はコザニ県、北東はピエリア県、東はエーゲ海、南東はマグニシア県、南はフティオキダ県、南西はカルディツァ県、西はトリカラ県にそれぞれ接している。県の南部と北部及び北西部は深い森で覆われている一方で、県の中央部と南西部、西部及び南東部にはテスタリア平原と呼ばれる肥沃な平地が広がっている。 さらに、県の東部と南東部及びオリンボス山周辺は、不毛な岩地となっている。また、県南部には、ビビ湖があり、テスタリア平原とピリオ山脈とを隔てる石湖は、マグニシア県との県境にもなっている。ラリーサ県は主に、夏に暑く冬は、寒冷な地中海性気候である。しかし、オリンボス山といった山岳地帯では、冬が厳しい気候となる。 今までに県内で記録された気温は最高気温が摂氏45.2度であり、最低気温は低、摂氏21.6度である。現在のラリサ県の地域はペラスゴイヒトの居住地であったが、その後ギリシア人と同化した。この地域はマケドニア王国に征服された後に第三次マケドニア戦争で共和制ローマの統治領となった。ローマ帝国の分裂後は、 東ローマ帝国領となり、やがてオスマン帝国の支配下に入った。ギリシャ独立戦争では、テッサリア地方でも反乱が発生したが、オスマン帝国領に留まった。しかし、1878年のベルリン会議によって、この地域のギリシャの領有が認められ、1881年にはギリシャ王国の領土となった。ラリサ県はこの時に創設されている。 現在のラリサ県北部にあたるティルナボス、エラソナ、サランダポロといった地域は、その後の1912年から1913年に起こった第一次バルカン戦争まではオスマン帝国領であった。1913年、現在のラリサ県の全地域がギリシャ領となった。ギリシャ王国編入後は1940年代まで経済が成長した。 1920年から1922年の起土、戦争中には、小アジア地方からの避難民が、ラリーサ県内にも移住した。1930年代になると電気が通り、道路が舗装され、自動車やラジオが普及し始めた。第二次世界大戦中、この地域はパルチザンの主要な活動拠点にもなり、さらに続く、ギリシャ内戦では、県内のインフラストラクチャーは、 壊滅状態となった。1947年にはマグニシア県がラリサ県から分割された。1950年代には交通網が整備され、1957年には国道1号線が開通した。1970年代にはテレビも普及し、1984年にはテッサリア大学が建設された。2007年には山火事の被害を受けた。 1970年代以来、ラリサ県の主な産業は、製造業、サービス業、商業などであり、農業も主要な産業である。特に、テッサリア平原では、スイカやメロンといった果物や、トマトやジャガイモといった野菜の他に、麺や肉牛などが生産されることで有名である。ラリサ県、ラリサ県は、以下の自治体から構成される。面積の単位は、 経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。カリクラティス改革以前の広域自治体としての、ラリサ県は、以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する、行政区となっている。下表の番号は、渦と対応している。旧自治体欄で印を付したものはキノティタ、それ以外はディモス。 成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。県には以下の5つの軍があったが、2006年に広報的な位置づけは行われていない。かつてのエパルヒアは、2011年のカリクラティス、改革時のディモスのもとになった。ありがとうございます。